はい、みなさんこんにちは。ゆなです。たかです。ヘルティブログです。こんにちは、みなさん。おはようございます。今日は私の大好きなお菓子を紹介しようと思いました。ドイツじゃなくて日本で買えるドイツのお菓子を紹介したいと思います。おお、いいじゃないですか。それもなんか皆さんにいいことなんじゃない。スーパーとかドンキとかいろんなところで買えることができるので。そうだね。あの、興味がちょっとだけありましたら、その後で買いに行って自分で食べてみてください。めっちゃ甘そうじゃん、ドイツのお菓子とか。チョコとかもうなんかすごい砂糖入ってそうだし、そう、体に悪そう。6種類の私の子供の時によく食べてたお菓子をピックアップして、みんな知ってるところからスタートしますか。そうだね、めっちゃ有名なのはハリボーですよね。ハリボーはどこにでも。ハリボーは多分日本人だったら人生で1回は食べたことあるんじゃない。ですよね。あの、これは本当にドイツで最も美味しい、グミで、まあ、私はそのクマさんの形の、あ、決まってなかったね。クマさん形のグミじゃなくて、この方が美味しい。あ、で、なんかハリボが種類がいっぱいありすぎて、だいぶコーラの瓶のやつとか。めっちゃいいね。で、これはなんかグレープ。何これ？あ、グレープ。え、でも顔になってるよ、形。顔がついてるね。見えないよね。いく？めっちゃ顔になってる。見えないか？見えません。おい、早くしないと食べちゃうよ。見えない。ま、うん、硬っ。顎が壊れそう。で、日本にもいくつかの味が売ってるから、うん、これ多分ドンキで買ったと思う。最高です。なかなかなくならないんだけど、ね、飲み込もう。いや、それはダメでしょ。あのホルモン食べてるみたいな、ね、最後絶対飲み込まなきゃいけないっていう。あの試練。それはない。チョココーナーに行きますか。チョコ、これ皆さん読めます？キンダー。キンダーは有名なドイツのチョコのブランドです。で、これがキンダーブエーノということ。キンダーのチョコはなんかミルクチョコにミルククリームが入ってるみたいな。めちゃくちゃ美味しいよね。めっちゃうまい。でも日本で買うとちょっと高いからね。ドイツのスーパーのさ、すごいなんか大量にドーンって言って、あの大きいパック3ユーロとかで売ってるじゃん、うん、そう。日本で300円とか払ったら多分こんぐらいしか買えない。もうこれ、そう、そう、こんぐらい、これぐらいが多分200円、これの10倍買えるからね。200何とか円だった気がする。ブエノ、ブエノってブエノサイです、このブエノ。そう、スペイン語のいいということ。あ、ブエノ、グッドって意味か。ブエノ、ブエノ、グッド。お先に、これも有名なんです。なんか4つのこうチェーンバーみたいな、なんていう、そう、ポコ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 。タカの日本語は本当に下手すぎて。うまっ。ね、ヘーゼルナッツのクリームが中に入ってて、ワッフルがあって、で、外がチョコレートでコーティングみたいな。めっちゃうま。めっちゃうまいでしょ。うん。あ、そうか、点数つけた方がいいかもね。そうだね。あの、10個のうちは、あ、ま、ハリボかな。ハリボ。ハリバ。ハリバ。ハリバ。ハリボ、10個うちの何個？7点。俺そもそもグミがあんま好きじゃないから7点。私はなんかあんまり食べることがない。まあでも美味しいよね。これは？キンダ。これは10点でしょ。俺9点かな。めちゃめちゃ美味しい。そう、私。ただ今後のお菓子に期待っていうことで9点。これは読み方が分かんないんだけど、トブレローネ。トブレローネ、トブレローネってこと。これはドイツのお菓子じゃないです。あ、グってないのこれ。あの、スイスです。で、三角形の形になってるのが、うん、このスイスにある山をイメージしたチョコレート。トブレローネをそもそも俺食べたことない。開けたらこんな感じ。こう三角形なんだけど刻みが入ってポコポコ。え、なにこれ、割って1個ずつ食べるのか。どういう詰めなの。そうだよ。うん、クランチ。そう。あ、でもさっきのキンダーのチョコレートの味とは全然違うわ。こっちの方がよりチョコレート、チョコレートって感じのチョコレート。あの、めっちゃ濃い、うん、なんて、手がベタベタになるから貼ってね。そうだね、俺も8点。ちょっと手洗いに行きます。手洗いに行こう。
続いてみんなが知ってるフェレロ、フェレロ？わかんない、なんて読むかわかんない。フェレロロシチャドイツで発音するとフェレロロシェ全然違う。でもこのフェレロロシェコンビニとかにも売ってるしね。これ食べたことあります？皆さん食べたことなかったら本当におすすめ。このチョコの塊なんだけど周りにナッツがこうびっしりくっついてて、で中もね食感もいいしね。うんうん、これに近しい。全部これチョコレートの塊ってわけじゃなくて中がすごい何エアリーって感じのふわふわの中。うまっ。もう一個食べようとしてレナが怒るかなと思ったら怒ったね。食べろよ。じゃんけんぽ。じゃんけん、okay. 最初はグー、じゃんけんぽ。やったあれだよ、負けた人が食べれるあの日本では負けた人が食べれるっていうルール。あの世界と日本は違うから。ありがとう。ちなみに俺はね10点。これはいくらでもあっても足りないぐらいの、はい、最後2つ。これ飴なのでちょっとこれからスタートしました。これびっくりしたけど私たちのスーパーで売ってたキャラメル。おいタカを消せばできる。これドイツで有名なの？これドイツで有名キャラメルキャンディ、噛まないで噛まないで噛まないで噛まないよ。噛もうとした。噛もうとしてないわ。あ、でもね日本のなんか日本で売ってるやつと変わんないかも。あんまり昔ベルター村のグスタフ・ネーベルというお菓子職人がバター、生クリーム、砂糖、一つ半の塩で極上のキャンディーを作りました。そのキャンディーがあまり美味しかったので村の名前を取ってベルターズオリジナル。あ、そういうことなんだ。へぇ、今ベルターズの街聞いたことない。すごいちっちゃいんだよね。村って書いてある。うん、レナの住んでるところと同じぐらいのちっちゃい。いつも私の街をバカにしてる。違うよ、空気が綺麗だしすごい静かだし牛がいっぱいいるしはい、10点の間の何点？何点？何点？何点でしょ？あれそれ何だったっけ？俺日本でテレビ見たことあるそれ。テレビで分かんない。あれ何の番組だったっけ？分かんない。思い出せない。教えてくださいコメント欄で今のやつ何だったっけ？俺はね 7.5 ハリボーより美味しいから7.5 、まあ、他のチョコレートの方が美味しいからまあこの中でね比べて10点満点で言うと 7.5。ネロ結構好きだから。でも結構甘い、うん、なんか長い間に舐めるのもなんかめんどくさい。飴はそういうことだよスーパーでもし売ってたら買って食べてみてください。普通に美味しいよ。そうだね、うん、はい最後これが向こうに行きながら説明したいです、はい、これがスイスのまたスイス、スイスのハーブ。受けた、受けてない、受けた。これね、あはー私は買ってたでしょ。あとでコンビニでまた3個買いに行く。許せない。うん、うん、ね、美味しいね。はい、リッコラというハーブキャンディ。これが私はこう喉が痛い時に舐めるのが大好きです。日本のハッカみたいな感じかな。ハッカの飴の匂いにすごい似てる。好き。私はまだキャラメルを舐めてるから終わらない。何かのが終わる。一点。一点。日本のハッカの飴の方が100倍うまい。これで今日のお菓子コーナーが以上になります。ちなみに他にもドイツのお菓子がいくつかありました、うん、特にドンキとかに結構種類がありました、うん、今コロナでそんなに出れないので、まあ、スーパーとかに行くときにドンキで買い物をするときにもちょっとお菓子コーナーでドイツのお菓子が見つけるかどうかを見てくださいレナはお菓子が食べたいからこれやりたいだけでしょ。そうだよ。次は日本の大好きなお菓子を紹介する。ああ、それもいいじゃんね。なのでこの動画を終わりになります
なんで死にそうになってんの。あのね、まだあのキャラメルキャンディーを舐めてるけど。はい、もう一度この動画は終わりになります。また次の動画。また変なところに入っちゃう。やめ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 。というわけでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。